はい、どうもです。先週に引き続いてっていうか、なんかまだ話足りないことがあったりなんかして。そうですね、先週はその、うん、だからなんだろう、こう高級的な、うん、いわゆるそのスタジオバックロットと呼ばれる、うん、建物がちゃんと建ってて、いろんな時代にできる、ね、広いこう街、うん、の一区画を再現したような、うん、高級的なセットがあると、うん、映画とかテレビとかの撮影すごく楽だし、アメリカとか中国の映画界が、うん、今やってる、そう、中国今すごくやってるし、うん、アメリカも昔からそれは、うん、ずっとそれをやってると、うん、で日本はそういう高級的なセットは多分うずまさぐらいしかなくて、うん、で北朝鮮にすごい銀座村みたいなのがあるっていうね、それが見たい、見たい、もうめちゃくちゃ見たい、見たいですよ。あれ YouTube とかにあんのかな、映像あるのかな、あったら見てみたいですよね、うん、僕もそれはねすごくね昔から、うん、だってそこ行ってね、なんかそれこそなんだろう、漂流教室とかね、撮りたいですよね。撮れるね。本当に。めちゃくちゃ面白いと思うんですけどね。うん、ニューシネマパラダイスピョンヤンってタイトルだ、ちょっとタイトル今、心配なんだけれども、に、その銀座の街角が映ってるよ。うん、あ、その映画にね。その映画の中に。ちょっと今度見よう。絶対ニューシネマパラダイスピョンヤン見た。そんな感じの、うん、そんな感じの、ちょっと違うか、違ったらごめん。後でここ出してもらいます。ここで、うん。まあ、そんなんでね、だから、はい、この間、それでなんか繋がりでちょっと思い出したのは、その丸々病院のセットのスタジオとかもあるっていう、だから病院ものなんかはそこで使え、多分その昔病院だったものとかを使ってるんだと思うし、あとその私一回行ったことあるのはね、県立三浦高校だったかな、はい、廃校になった学校 で、三浦半島っていうか三崎口から、はい、そうそう、なんか車みたいな感じかな、でそこは全部揃ってるわけ、全部っていうか結構大きな学校なの、うん、で美術室、うん、まあその体育館、まあ、学校も全部あっ て、うん、全部あって、それでまあプールもある、はいはい、で学園もの取れるっていう、うん、いいですね。でうん、なんかよくでも日本の映画で言っときですけど、うん、今はもうどうなの、例えばね、でも洞窟とかも、うん、あれこれ知ってる洞窟じゃんって時あるしこの洞窟知ってるみたいな、まあ、それはアメリカ以外でもよく使われる洞窟っていうのがあって、ブロンソンキャニオンとかすごいよく使われるんですけども、うん、なんだろう、あと学校、うん、学校でもなんかこう広い、ちょっと黄色いグラウンドがあって、入ったところになんか靴の、上履きに履き替えるところがあるところが結構特徴的な学校を、うん、僕ね、ある時1年に多分映画で3回か4回見て、みんな同じところで撮ってんじゃんっていう、のありますけどね。うんうん、でもまあ、その、だから、撮影させてくれて、使いやすいところって、うん、決まってきちゃうもんね。だからまあ、本当ロケハンが、うん、ロケハンのすごい強い、うん、なんか、頑張ってる映画って、やっぱりちょっと見た目変わるから、強いですけど、うん、でもね、なかなかそれも探すのも大変ですよね。うん、そうだよね。だから制約もあるからね、うん、なかなかね。そう、その、学校つながりで、吉木くんさ、はい、ホラー映画でいつも出てくる学校って言ったらわかるかな。ホラー映画でいつも出てくる学校。私新宿区の子供 で、はい、で新宿区立の学校だったんで、それでね、足柄にね、足柄っていうか、はい、正しく足柄じゃないんだと思うんだけども、足柄の近くに神奈川県、はい、あれの区立、新宿区立足柄学園っていう、うん、移動教室とか林間学校とか、なんかそういうのに使える施設があったの。なるほど、学者みたいなね。うん。それで、そこは宿泊ももちろんできるし、教室があって、うん、体育館もあって、で、まあ食堂、それから野外の、雨天運動場とか、あと広いグラウンドがあったり、うん、まあちょっとした学校みたいな感じ。で、そこがね、近年っていうか、もうそれもなくなっちゃったんだけども、もう本当になんかありとあらゆるホラードラマ、ホラー映画に出てきて、で、あ、ここはみんなでご飯を食べた食堂みたいな。あ、なるほど、うん、でもそれだから逆にそのあれですね、そこを使って、うん、もし撮ることになった監督とかいたら、うんうん、そういうの全部見て、うん、絶対どこもやってないことをやるって決めてやれば面白くなるかもしれないですね。だよね、そう、うん、で新宿区はね、もうずいぶん前に手放しちゃったみたいで、それでどこの州になってたのかな、なんかそのそれ富山中学とか富山高校が林間学校で使ったりとか、そう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 、そういうの、うん、そう、2泊3日とかで行って、なんかそれでなんか近くの山登ったりとか、うんうん、まあキャンプファイヤーしたりとか、はいはい、観光水飯やったり、そうそうそう、でだからその結構思い出深い場所なんだけども、呪われた場所としてさ使われてまくってる、出てきてさ、なんかとっても複雑な気持ちで、それで清水隆君だったかな、誰だったかな、なんかで話したら、あそこ本当に出るんだよね
ていう、ほらそういうのって後付けでいっぱいほら、まあ、確かにほら怖い映画撮ってるとなんか集まってきちゃったり、ね、三留さんの生き色が出てるとかそういうことないですか許せみたいなうちの学校俺かも飛ばしてたりして、うん、そうなんかさ、だからんあそこ本当に出るらしいんですよねって何人かに聞いた、まあね、だからなんか映ったとか、はい、うん、まあでもだからその映画の、うん、あのスタジオとかテレ映画のスタジオとかも、うん、あの出るっていうでしょみんな、うん、で学校とかも出るっていうとか言って、うん、だからそれってた普通にあの夜人がいないところってことですよね。そう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 、あのそうそう、人がいるときは賑やかだけど、うん、いなくなるところでしょ、うん、だからオフィスビルとかも出るとかいうのも結構そうで、やっぱ普段、うん、あの朝からあんまり住んでるところだと賑やかなところ、そう賑やかなところはあんま出るって言わないですよね、うんうん、あのね、そこの醤油はめちゃくちゃ出るんだけど話聞かないですもんね聞かない聞かない聞かないよそういうことはなんかない、うん、え、吉木くんの学校とかってはなかったですか、はい、そういう話ないですね、全然なかったっていうか聞いたことないな、はい、言えばよかったな、うん、出るんだよ、出るって、ね、そうするとさ、もう尾ひれがついてさ、尾ひれがついてね、先輩が言ってたんだけどさみたいな、だから僕が行ってた学校は、うん、その古くてなんか変な使ってない部屋とかがあるんですよ、うんうん、でそういう小学校にもあったし、うん、まあ、両方とも建て替わっちゃったんですけど、うん、小学校にもあったし中高にもあって、で勝手に占拠して使ったりしてましたねだってそうそう、あそこのドアが開くって誰も割と知らなくて、なんか開けようともしてないわけ、開けようともしてない、ほっぱらかしになってて、なんか見えない角みたいなところがあったりするんで、うん、俺ここ開いてんじゃんって使えるじゃんみたいな、そうそう勝手に使ったりしてましたね、うん、そうだから全然使ってない学校の一角みたいなのがあって、うん、そっちはなんか暇つぶしに窓ガラス割って遊んでたら先輩すごい怒られたりとかしたことが、なんか運動会の日で運動会つまんないから、うん、そっちって窓ガラス割って遊んでたらなんかすげえなんか怒られて殴られたりしたような記憶がありますね、うん、男の子ばっかりの学校だったでしょ、そうです、はい、うんうん、まあ、別に言ってもいいですけど、うん、まああれですよ、あの狙われた学園じゃないや、あっちですね、セーラー服と機関銃、セーラー服と機関銃の、うん、薬島ひろこの、ね、のロケ地で使ってるところです、うん、だからあそこのセーラフと機関銃の、うん、薬島ひろこが机に座って外見てる美術室、うん、あそこで僕はあのだから絵描いてしましたが、あの映画を撮ったのもあそこだし、映画もあそこで撮ったんですか、ね、そうそう、あ、そうそう、同じロケ地でね、でもね、ウケる、そうだよ、あ、本当だ、僕はだから高校1年生の時撮った映画は、うん、狙われた学園じゃない、あのセーラフと機関銃と同じロケ地で撮っております、うん、ね、はい、でも夜撮ってたら先生がすごい怒りに、床とか血とかすごいぶちまけてあの怒られるよねそれね、そうなんですよ、だから照明耐えてやってたから、うん、で暗くなってきて、うん、だからなんかなんかやってるって、なんかやってると思って来て、でなんかやってると思って来たら血まみれになってたりさ、血まみれになってたりすごい、何をやってるんだとかって、映画撮ってるんですけどね昔懐かしいですね、そういうのね、そういうのもね、だからやってる時全然思わないですけど、うん、あの僕ってそういうあのなんだろう、そのいわゆるイメージ的な、うん、そのなんだろう、あの青春みたいなこととあんまり縁がなくて、うん、なんかこう若い時に友達とみんなで海行ったりとか、うん、全然そういうのもないし、好きとかもないですけど、考えてみるとそうやってなんか血とかぶちまけてやってた時が青春ですよねそれはね、考えてみると、ね、あ、青春だよ、青春って、まだまだ若い、まだちっちゃいですけどね、うんうん、そういうこと考えてちょっと面白いですね、面白いな、いやでもな、本当にそう、でもそういう同じところが映画に出てくるもんって、うん、前にもここでお話したかもしれないですけど、うん、だから本当に僕はそのある日だから高校ぐらいの時に、うん、なんかいろんなアメリカだと思ってたけど全部ロサンゼルスじゃねえかって気づいた時のこのショックっていうのでかくて、うん、ロサンゼルスとニューヨークしか見てなかったって、ね、あのそれね、でしかもだって外国の映画だからいろんな外国見てると思ってたのに、うん、全然ロスばっかっていうのは今考え直しても受けちゃいますけどね、うん、吉木くんにとってのさ、はい、アメリカの匂いみたいなのってある？アメリカの匂いは、うん、まあ、空港とか着くとすぐですけど、なんか余ってあるような匂いですよね、うん、ソニープラザ、ソニープラザの匂い、うん、はい、キャンディーとかね、そう、あと香水のかな、なんか甘い、キャンディーとかキャンドル、キャンドルか、キャンドルとか、ね、キャンディーとかキャンドルもほらすごい甘い、うん、甘酸っぱい匂い、はいはい、甘酸っぱい匂いしますよね、そう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 、あれがその日本で思うアメリカの匂いだった、うんうん、確かに、うん、いやでも実際空港とか着くと甘って思う時ありますよね、そう甘っ、そう、うん、あるあるある、ありますよね、うん、あとね、私はねポップコーンの匂い、あ、ポップコーンね、うん、でも今日本もだからあのすごくその
なんだっけ、あの要はシネコンとかで、うん、そのアメリカのシネコンみたいなポップコーンとか、そう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 、バターかけるの売るようになってからシネコン入るとあれはアメリカっぽいなみたいな、ぽいよね、ありますよね、あの何上かけてもらうの、かけてもらうやつ、バター、はい、手ベトベトになっちゃうやつ、そうそう、だから手ベトベトになるから最近かけてもらってなくて、うん、なんシロップなんつったっけあれ、えバターでしょ、バター、そうそう、バター、バターいるってで、うん、ほんとこうたっぷりかけてくれ て, て, もて、もう手ベトベトになってさ、どうしようこれみたいな。こんなすごいバケツみたいなの来ますもんね。そう、ね、でも今日本もだって結構でかいのありますよね。今大きいのでほら箱に入れてね、うん、同じように。なんかでもこんぐらいでかいなってアメリカで。うん、1本映画終わっても、な、ある。なんか3分の1ぐらいしか食えてない。で、ひっきりなしに食ってたのに全然なくならないじゃん、これ。だって、なんか、コーラとかもこんなのありますよね。そうそう、どうすんのこれっていう。頼む人いるよね。こう持ってあって帰って、あのさ、アメリカの映画館でさ、私初めて行った時すごいびっくりしたのは、みんな席に行かないじゃん最初。あ、コンセプトが入ってすぐあるから。入って、で私たちはほらまず席取ってからちょっと売店行こうかなって。ね、そうじゃなくて、うん、一目散に、うん、そう売店で、うん、ポップコーンとコークとかって。ね、うんうん、だって。まあ、入って正面がそう、こう全部スタンドでこうね、ですよね、うん、でもなんだっけ、テアトル東京とかも割とそういう感じですよね、あった、そうですよね、うん、そうそうそうだった、うん、だけど席取ったよね、海外風にしてたのかな、うん、でも席は取りますよね、うんうん、そう席取ってよしじゃあみたいな、うんうん、あそうだ、だから今日持ってこなかったんですけど、うん、なんか昨日かな一昨日か、うん、あの本屋行ったら、うん、なんか日本の巨大映画館の歴史みたいな本が出てて、うん、だからなんかテアトルとかパンテオンとか、千人超えみたいな、そう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 、とか小間劇とか、うん、なんか座席表もついて、うん、でどういうところで何やってたみたいな本があったんで、うん、てか表紙がテアトル東京の入り口の写真だったから、うん、入り口とか外観だったから、うん、あこんな本あんじゃんと思って、うん、あの買っちゃいましたけど、ね、ちょっとこれから読んでみようと思って、うん、今度持ってきて、今度持ってきますけど、うん、巨大映画館がだから今本当IMAX とかになっちゃうから、うん、ちょっと違うよ ね, うよね、 IMAX はまた全然違うし、うん、そうだから千人超えの映画館だから新宿のミラノ座とかってさ、うん、ほらこう地続きで、地続きで入ってってね、地続きだよね映画館は、また三鳥さんが地続きの映画館愛を語っている、うん、そう、うん、でもうドンっていうね、うん、劇場らしい劇場、あとやっぱりあの、うん、なんだっけ、だからあのなんかイラン刺繍がしてあるドンチョウの右側にあるスポンサーの名前が刺繍で入ってるやつが ね、あれが好きなんですよ。ここね、うん、そうそう。ドンチョウだよね。ドンチョウ。ドンチョウなくなっちゃったもんね。今もスクリーンだ、あのカーテンやつ、うん、あのこういうあれがないですか？幕がないですかね。幕ないからもういつもこうスクリーンだですよね。ってそうそう。ドンチョウ感。ドンチョウだよ、ドンチョウ感。ドンチョウだと動かない CM。動かない CM、はい。サウナ、レインボー、そう焼肉とかね、焼肉朝食感、石器亭とかね、石器亭とかね、あ、だったね、なんかあと何だっけ、婚約指輪は給料何ヶ月分だったかな、 そういうあれは動くやつだった、ね、あれ動くやつ、あれとか上映浴チュール巻きとか、そうそう、上映浴チュール巻きとか、なんかさ今 の, そのシネコンとかでも予告編とかいろいろあるけども、そうじゃないワクワク感、うん、どうでもいいもの散々見せられてっていうのがなんかまた良かったよ、なんかあの僕、うん、あのあと今ほらマナー広告と、あとよくわかんない、うん、あの映画館の宣伝 の,、うん、あの別に作ってる人たちに何の恨みもないけど、うん、作らせてるやつはあると思うんですけど、あのなんかキャラクターが出てきて、あ、そうなしちゃいけないこととかリースが出てきたりとか、あとそのなんか会のサラリーマンのやつかなんかいろいろそういうのあって、うん、で僕そういうの作ってる方に一回飲み屋でお会いして話して、うん、であんだけかけてんだから、うん、結構お金もらってんのかと思ったら、うん、なんか全然もらってないらしくて、でえひどくないそれって言ってたこと、うん、だって毎日朝からバンバンかかってんのに、だって著作権ありだよね、そんな、いやだからちゃんとそうなんですけど、多分買い切りかなんかで、うん、大してお金になってないって聞いて、えってあの本当だと思いますよ、そ、うん、そうだよね、だって毎日毎日至る所でかかってるわけじゃん、ですよね、うん、なんかね、だからまあでもそうだから、ああいうのはどうなんですか ね, ね、でもあの僕はでも本当あとあの映画泥棒、映画泥棒はさ、なんで金払って、見ないですけど、もう見ない、もう見ない、うん、本とか読んでる、うん、だってね、失礼ですよね、失礼、あれは失礼ですよね、本当にね、本当にね、うん、映画泥棒前提ですよ、前提全員お客さんは潜在的な泥棒だと言ってるわけで、うん、本当に失礼ですよね、うんうん、あれなんとかしてほしい、ね、あとまあだから今ね、そのあの映画館で、うん、カメラ撮りの、うん、あの海賊版とかないですからね、ないよね、ないです、そうだよね、うん、そんなことしなくても昔だってその
コンピューターとか、うん、なんかそのインターネットの時代になる前だって、うん、聞いた話ですけどね、うん、あれはだからロシアとかの映画監修が、うん、その海賊版のマフィアとつながってて、うん、で試写とか、うん、っていうかそのフィルムをチェックして上映するときに、うん、映写機の前にビームスプリッターつって、うん、そのハーフミラー置いて、うん、でこっちにカメラ置いてちょこっと撮ってるから、うん、全く劣化しないで、うん、綺麗なやつを撮るんだと、うん、でそれで、ね、売ってるからカメラで撮ったやつなんかだろうみたいなって、うん、その時だって言われてたし今はだってデータだから、うん、でそれが流出するのは、うん、むしろその配給会社でやったりとかむしろ、ね、制作会社ですね、うん、そうだねとかから出てるんだから、うん、その劇場じゃないもんね劇場じゃないですよね、うん、だからそんなのにねなのに毎日なんかピーポーみたいなことでピーポーがこんなのにねびっくりみたいなスタッみたいなでも今のやつはちょっと変えてますけど、うん、少し前まで あの映画、うん、映画泥棒 の、うん、コマーシャルは、うん、なんだっけなあれは多分ねあれはドンキーコングの音を勝手に使ってたと思うんですよ、うんうん、で、うん、それがいつも気になってて、うん、で泥棒とか言ってるけどお前はドンキーコングの音いいのかクリアしてんのかだよねそうそうそうクリアしてんのかって思って、うん、で別になんか任天堂とか下に出ないから出ないよね出ないよね、うん、怪しいと思ってたなんか最近ちょっと微妙にメロディー変えて差し替えたんじゃないかと思って怪しんでるんですけど、ね、ちょっとまずいって思ったのかな突っ込まれる前に突っ込まれる前にでもだいぶ長いことあれでやってましたけどね、うんうんプル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 だけどわかんないですけどでもその音響効果ってのはだから例えばどこまで音響効果になるのかなるのかなんですよねだから R2D2 とか、ねうん、ライトセーバーの音みたいなものを著作権ないのか、うん、あるのかっていうね、うん、でもなんか例えばだからそのウィルヘルムスクリームっていう有名な、うん、あーっていうびっくりする声があって、うん、それスターウォーズとかインディージョンズとか、うん、ありとあらゆる映画でちゅうちゅう捕まわされてる音でもうギャグそれが入るのがギャグになったりするんですけど、うんそういうのとかも別に著作権がないからどこでも使えるし、うん、使えちゃうんだよねもう記号みたいな感じだね。そうみたいですね。うん、だからなんかその音をその、うん、なんかいろん同じ音をね、うん、使うっていうこと自体は、うん、そのなんかそういう著作権とかではないんですって。だからわかんないですけどどこまで作ってて、うん、どこまでやってるとその著作権が発生するのかっていうか、うん、確かにそれ言われてみるとそうだね。どうなのかなっていうでまあそういうその、うん、なんだろうそのアーカイブにして売ってるもの。うんはもちろん著作権とかあるんだろうけど、うん、そうじゃないなんかでも基本的にないんですってうんでも作ってるんだもんね、うん、よくわかんなくて、でもと言ってだからだけどそれはだからなんか作者とか、うん、曲名とかがあるわけでもないし、うん、音楽的なこととはちょっと違うのかな、うん、よくわかんないですねでもねそのクリエイターがいて作ってる音だからね、うん、そうでもそれはなんか不思議だなと思ってうんどうなんですかね、でもねちょっと知りたい調べてでも誰がやったこの波の音は高いとかそんなことはないような気がしますけどね違うんだよねみたいなね小豆を入れてね小豆だザザザザザザみたいなそれはもうやってないと思いますけど多分、ね、海で撮ってると思いますけど、ねうん、そうだねでもそれちょっと調べてみると面白そう面白そうですよね、うん、なんかだからなんだろうどうなんですかなんかそのドシンドシン言う音とか、うん、足音とかね、うん、でも足音とかも今だからその今っていうかいつでも、うん、作れちゃう映画の音作るっていうかフォリー、うん、フォリーアーティストっていうんですか、うん、フォーリーアーティストフォーリーアーティスト、うん、あの人たちの仕事の動画とか何見ても面白いですよね、うんうん、全身で全身でそうそうでぴったり合わせてやるし、うん、なんか戦ってる時もなんかいろんななんか金属の、うんものを入れたこうなんかカゴみたいのをなんか甲冑で働かせてこっちでガチャガチャ鳴らしてたりするとかすごい面白いからあの仕事はなんか夢があってすごいなんだろう生まれ変わったらやりたいことの一つですねなんかすごい面白そうだなと思うしかしまあねそんな感じでそんな感じでってことないですかまあねまたこの続きがあるかもしれないしまた来週違う話になるかもしれない知らない